Hello. Mm-hmm.
Thank you.
Mm-hmm.
かなりの悪天候、視程は短く吹雪も続いてる。現地資源の採取効率は 25%。 作業は順調に進んでて、約39時間後にウォータータンクとエネルギータンクの補給が完了する。この準惑星は火星と似てる寒い荒廃惑星で、星の表面はメタンでできた雪に覆われてる。箱舟の着陸地点の東から約 3400km のところに、北東から南西方向に伸びる山脈があって、そのおかげで吹雪による損耗はかなり減ってる。それと以前出した通信に地球側からの応答は未だなし。原因不明。この星に着陸した理由は種をまくためじゃなくて、今後の探索に向けて資源を補給するため。マービンには火星と似てる場所を見つけたなんて理由で勝手に休眠を中止して、どこにでもあるような星で時間を無駄遣いしないようにと言われた。マービンの言う通りだと思う。でも火星で見つけた廃墟と水流に浸食された痕跡を思い返すたびに想像してしまうの。あそこにあった。
Да, как думаешь?